皆さんこんにちは、ギター歴40年ギブソン大好きおじさん北村雅彦です。いつも見ていただいてありがとうございます。さあ、このレフティギターに挑戦する、シリーズですね、だいぶ日数も経ってまいりましたけれども、今回は課題曲の2曲目ですね、福山雅治さんの桜坂に挑戦しての2回目ということになります。前回、初めて福山さんのこの桜坂に挑戦した時の、ビデオではですね、思わぬ苦戦をしていたと。思わぬと言いますか、まあ、もうちょっとこうスルスルっていくかと思ったんだけれども意外に難しかったと。それは何が難しかったかというと、コードのつながりがね、うまく流れていかないと。一つ一つのコードはまあまあなんとか抑え、こっち側か。まあまあなんとか抑えられるように1曲目の課題曲でなったんだけれども、コードの並び順が変わったらそれをこううまくつなげてリズムに乗って弾いていくということが全くできなくなってしまって、もう一度そのつなげるというところをね、一からやらないといけないんだ。この新しい曲でまた一からやらないといけないんだという、そんな課題が浮上してきたというところだったわけなんですけれども、それを踏まえまして、今回はですね、メトロノームを使ってうんとテンポを落として、ゆっくりとコードをつないでいく練習で、そこからこう日に日にちょっとずつこうテンポを上げていくという、そんな練習をやってみました。まあ、4日間、やってみてだいぶ慣れてきた感じがありますので、その模様をですね、これから見ていただきたいと思います。ではどうぞ。いかがだったでしょうか。日に日にね、こうコードのつながり方、こう滑らかさがね、うまくつながっていくようになってると。我ながらちょっとそんな感じがして、いっぺんぐーっとテンポ落としたところからね、こうじわじわと練習してみたのが、あ、うまくいったなと、こう我ながらやったという感じなんですけれども、で、まあまあ、まだちょっとね、コードチェンジ間違えたりはしてるんですけど、だいぶいい感じになってきたんじゃないかなと、そんな気がしています。ただしですね、
この桜坂、実はもう一つ難関がありまして、この今歌っている後あたり A メロ B メロ、まあ、そういったあたりはこう1曲目のあの糸の時に出てきた同じようなコードで大体繋いでいけるんですけれども、実は曲の、中盤にサビの部分がありまして、そこで今まで弾いたことがない F メジャー7というね、コードが出てくるんですね。で、今のところまだそこ全然やってなかったんですよ。ね、それはまあちょっと、まあ、あとに、残しとこうと。まあ残しとこうっていうか、まあこれからの課題ということでちょっと避けておいたんですけれども、そろそろ、そこにチャレンジしてみる、きつことが、タイミングが来たかなと、時が来たかなと思いまして、明日あたりからですね、そのサビの部分に、突入して、で全体をこうつなげていくと、そういう形で、マスターに向けてこう進んでいけたらというふうに考えております。ですのでまた新しいコードが出てくるということで、これからまたどうなっていくんでしょうか。あとね、今までここまでのところはこう滑らかにコードチェンジをするということに主眼を置いてきて、ちょっと歌の方をね、あの鼻歌マジ、まあ、ちょっと適当な感じで流していたので、歌もしっかり歌えるようにということで、完成を目指していきたいと思いますので、また次回も楽しみにお待ちいただけたらと思います。さあ、前回のビデオの時はですね、ちょっと暗雲立ち込めて、なんか僕のこのお届けする時の表情もなんかこう暗い感じだったと思うんですけども、今回はね、今回はちょっとなんかこういい感じできてるんじゃないということで、こうね、楽しく終わることができてよかったなと思っております。それではまた次回をお楽しみに、それでは。